クレンコフ・ジョンソンは、ジャマイカのプロボクサー。クレン・ジョンソンとも、元 IBF 世界ライトヘビー級王者。1993年2月19日、アメリカ合衆国で、プロデビュー。1997年7月20日、デビューから32連勝で、IBF 世界ミドル級王者バーナード・ホープキンスに、挑戦し、11回1分23秒。 t k 大負けを喫し王座獲得に失敗、キャリア初黒星となった。1999年4月22日、WBC アメリカ大陸スーパーミドル級王座決定戦でトロイ・ワトソンと対戦し、3から0の判定勝ちを収め、王座を獲得した。1999年11月27日、ドイツで IBF 世界スーパーミドル級王者スベンをおっとけに、 挑戦し、0から3の判定負けで王座獲得ならず。2000年4月15日、WBU 世界スーパーミドル級王座決定戦で、シルビオブランコと対戦し、0から3の判定負けで王座獲得に失敗3連敗となった。2000年9月23日、IBF インターコンチネンタルスーパーミドル級王座を獲得した。 2001年7月28日、WBO インターコンチネンタルライトヘビー級王座を獲得した。2003年1月24日、後の WBO 世界ライトヘビー級王者、フリオセサール・ゴンザレスとノンタイトルマッチで対戦し、0から2の判定負けを喫した。2003年5月18日、スバ全米ライトヘビー級王座決定戦で、エリック・ハーディングと対戦し、 3から0の判定勝ちで王座を獲得した。2003年11月7日、イギリスで IBF 世界ライトヘビー級王座決定戦でクリントンウッズと対戦し、1から1の判定ドロー。2004年2月6日、すぐさま再戦し、3から0の判定勝ちで世界王座を獲得した。二千四年九月十五日、ロイ・ジョーンズ・ジュニアと対戦し、九回に 右クロスで出身小勝ちを収め初防衛に成功した。その後、指名試合よりも WBC 世界ライトヘビー級王者、アントニオ・ターバーとの試合を優先させたため、IBF 世界ライトヘビー級王座を剥奪された。2004年12月18日、イボ世界ライトヘビー級王者、アントニオ・ターバーと対戦し、2から1の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。 2005年6月18日、ターバーと再戦し、0から3の判定負けを喫し、王座から陥落した。2005年9月30日、IBF 世界ライトヘビー級王座挑戦者決定戦で、ホルヘ・ジョーンズと対戦し、10回 TK を勝ちで、指名挑戦権を獲得した。2006年2月24日、今世界ライトヘビー級王座決定戦で、 リチャード・ホールと対戦し、3から0の判定勝ちで王座を獲得した。2006年9月2日、イギリスで IBF 世界ライトヘビー級王者クリントン・ウッズに挑戦し、1から2の判定負けで王座帰り咲きならず。2007年5月16日、IBF 世界ライトヘビー級挑戦者決定戦で、モンテル・グリフィンと対戦し、11回 TKO 勝ちで、 指名挑戦権を獲得した。2008年4月12日、WBC 世界ライトヘビー級王者チャドドーソンに挑戦し、0から3の判定負けで王座獲得に失敗した。2009年11月7日、WBC 世界ライトヘビー級暫定王座決定戦でチャドドーソンと再戦し、0から3の判定負けで王座獲得ならず。 2010年2月5日、IBF 世界ライトヘビー級挑戦者決定戦で、ユーサフマックと対戦し、6回 TKO 価値を収め、指名挑戦権を獲得した。2011年6月4日、カールフローチとのスーパーシックスワールドボクシング、クラシック準決勝、第2試合で、WBC 世界スーパーミドル級タイトルマッチを行い、0から2の判定負けで、 王座獲得に失敗。スーパーシックスワールドボクシングクラシックも準決勝で敗退。2011年11月5日、ケベックシティのペプシコリセウムで IBF 世界スーパーミドル級王者ルシアンブーテと対戦し、12回0から3の判定負けを喫し、王座獲得に失敗した。2012年7月13日、シカゴの UIC パビリオンで、 アンドルフォン・ファイラと対戦し、10回10回0から3の判定負けを喫した。2012年12月15日、イギリスでジョージ・グローブスと対戦し、12回0から3の判定負けを喫し、4連敗となった。2014年6月28日、今後民主共和国勤者差で WBC インターナショナルクルーザー級王座決定戦でイルンガ・マカブと対戦するが、 9回2分40秒 TKO 負けで王座獲得に失敗した。ありがとうございます。